はい、皆さんこんにちは。今日はグレートキャプテン宮野原選手に来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。宮原だけです。お願いします。最近ね、隅っこ暮らしの方でもちょいちょい、はい、出ていて、はい、講演会も、たけるさんの講演会もね、はい、できたりということで、そうですね、はい、いろんな話題があるのですけれども、まあ、今日はせっかくなんですけど、はい、昨日なんか最後惜しかったですね。そうです。最後加藤さん取られましたね。そうですね、ダイビングで2年前一緒に外野を守ってた、そうです、ね、加藤壮太選手にいいプレーされてゲームセットされたんですけど、でも本当に2年前いつもセンターと両方でずっと全試合守ってて、すごい高み合ってた今まで、まあ NPB 行ったあれだったんで、まあ本当に取られてしまって負けたんですけど、まあ賞賛のプレーだったかなと思うんで、この中では自分の中でもナイスプレーって感じで昨日終えましたね。そうですよね。もうとか武尊さんも6年目6年目です。そうですよね。でも今ね、3年連続3割打ってますもんね。3連続なんとか。そうですよね、はい、で今年も結構ね、いいところで打ってますよね。そうですね、はい、いいところで打っている時もあるんですけど、若干まだ自分の中では、うん、自分のバッティングっていうのを見せれてないかなっていうふうに思うんで、うん、まあ、この暑くなっていく時期、うん、みんなバテてくると思うんで、うん、ここから自分が本当にバッティングでも、うん、チームを盛り立てられるようにやっていければなと思います。そうですよね、まあ、特に今年って6月と8月が試合多いじゃないですか、はい、やっぱり宮野原さんはやっぱ暑い時期に打ってるイメージがすごい、ね、はい、あるので、気温の上昇とともに、はいはい、そうですね、やっぱ整ってくるんじゃないですか。こう何年もでもやってきて、うん、やっぱりこう夏場にどういう風な数字残すかで、うん、本当年間の数字決まってくるんで、うん、ここから上げていきたいと思います、うん、はい、はい、そんな中今チームは首位を、ね、改装中ですけれども、はいはい、キャプテンから見ていかがですか。本当に若い選手、特にルーキーの選手が本当自分のプレーをできているなっていう風に思ってて、うん、もう6年目の自分もすごい刺激をもらっているんで、うん、まあ、これからも自分含めて自分の良さを試合どんどん出していきたいなって思います、うん、実際今年は宮野原さんは5番を打つことが多いんですかね。そうですね、はい、まあ、全試合5番ですか。そうですよね、はい、そういった形で言うと、なんか去年との違いで言うと6番7番が山ちゃんと片山さんじゃないですか、はい、そうですね、はい、結構気持ち的には、はい、楽な部分もあるんじゃないですか。だいぶ違いますよね。去年は正直しっかり自分で決めてやろうって思いで今立ってたんですけど、うん、今年はまず前のバッターにフェルさんがいて、うんうん、でその後に多分これから上げてくるだろう、うん、シゲトがいて、うん、そして片山さんがいるんで、うん、本当にこういい打線が組まれてるんで、うん、まあ、自分のやるべきことをやろうってこう素直に打席入りやすいんでやりやすいですね、うん、はい、そうですよね。なんか見てる方からしてもこうダブルクリーンナップじゃないですけれども、はい、なんかどこからでも今年は点が入るような。そうですね、その感じありますね。そうですよね。だから途中でイニングでこう切れて、じゃあ例えば5番からとか6番からになってもまた1番か2番みたいな、はい、そうですね、本当にどこからでも点取れる流れが今年はあるんで、でも本当に言ったら前半戦は自分とシゲトがまだまだ足引っ張ってたんで、5番6番に本当に注目しててほしいです。ここから上げていくんで、シーズン長いですからね。そうですね、はい、シーズン長いんでこれから試合数が増えて暑くなった時に、はい、ぜひですね、また一段コンディションを、ね、上げながらやっていただければと、はい、ね、はい、思います。でキャプテンからですね、どうですか今年新加入の吉則さん、はいはい、のピッチングとかを間近で見ていて。そうですね、はい、吉則さん、うん、オープン戦の投球、うん、そしてシーズン、うんうん、もうギアの入れ方が違くてびっくりして、こうシーズン入った瞬間にこの何ですかね、うん、研ぎ澄まされたような集中力とボールがもう正直言ったらオープン戦と全然違くて、そこからやっぱり普段生活してても、うん、結構近くに自分住んでいるんで、うん、こうトレーニングであったりその自分の体のケアの意識であったりとか、うん、食事であったりとかの意識の高さとても感じているんで、間違いなく吉野さんもどんどん良くなっていくかなと思うんで、うん、もうちょっと一緒に優勝したいですけど、さっさと NPB 行ってほしいですね。期限が7月30日。そうですね、6勝0敗ですからね。6勝0敗、うん、
なんでやっぱり吉野さん含めてフェルさん、うん、2人大事な柱ですけど、うんうん、7月31日まで2人は NPB にパパッて行ってもらって、うん、そこからもう自分らに任せろっていう風な感じで、すごい本当に盛りだくさんな、うん、いろんなニュースがたくさんなベアーズを、うん、にしたいなって思います、うん、はい、さすがチームのことまで考えて、ね、くれておりますけれども、はい、そういった中で、はい、まあ、シーズンまだ、ね、半分以上残っておりますけれども、ね、はい、後半に向けての、はい、目標ぜひお願いします。そうですね、個人的にはこの前半戦自分でいろんなことをバッティング試してきて、うん、やっと落ち着いたところがあるんで、うん、絶対ここから上げていくんで、まあ、そこはまず個人的に注目してもらいたくて、うん、あとチーム全体としても、まあ、武蔵ロケット中心に、うん、自分の良さを出せる選手がとても多いんで、うん、失敗を恐れずにどんどん果敢にチャレンジした野球を見せていきたいなって思います、うん、はい、ということで、本当に、ね、今年はグランド内外でいろんな話題を、はい、提供していただいているので、まあ、本当そういった意味ではですね、盛り上げていければと思いますので、はい、キャプテン宮野原さんにはですね、はい、チームを盛り上げていて、まあ、ベンチすごいですもんね、いつもね、いいですね、めっちゃ声出てますよね、めちゃくちゃ、はい、出さないと自分言うんで、はい、もうめちゃくちゃ盛り上げてます、はい、なんで盛り上げていっていただければと思いますので、はい、優勝しましょう、はい、しましょう、はい、しましょう、優勝、はい、ビルかけ絶対したいです ね、お風呂カフェの屋上で、そうですね、はい、去年のシーズンオフから行ってますもんね、そう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 、会場は用意しましたんで、そうですよ ね、ビールもたくさんありますんで、いやもう人生で1回はしたいっ、ね、と思ってたんで、それも、ね、今年と思ってるんで、やりましょう、したいですね、はい、ということで、はい、ここからですねチームを宮野原選手が引っ張っていっていただけると思いますので、はい、頑張ってください、はい、頑張ります、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、